ゼウスの強さは偽物だったか。みんなこれをどんな気持ちで見ているんだろう。偽物じゃない。みんな努力したんだ。神のアクアに頼らなくてもゼウスは強かったはずだ。あんなことは間違っていた。僕はキャプテンとしてなんでもっと早く気づくことができなかったんだろう。あら、どうしたんだい？失恋でもしたかい？この年寄りでよければ相談に乗るよ。こう見えて恋愛経験豊富だからね。ありがとう。でもおばあちゃんには関係ないことだから。まあ関係ないからこそ話しても問題ないだろ。そうだね。そうそう、僕は間違いを犯してしまったんだ。みんなを巻き込んで大きな間違いを犯した。僕ならそうしない道を選ぶことができたのに。あら、あなたは自分のせいだと思ってるのかい？僕はキャプテンなんだ。みんなを守るべきだった。なのに誘惑に乗って間違った道を選択した。キャプテン失格さ。失格っていうならそれで辞めてしまうつもりなのかい？できないよ。サッカーが好きなんだ。好きで好きでたまらないんだ。それに僕をみんなが頼ってくれてる。みんなをちゃんと元通りにするまでは卑怯者呼ばわりされようと責任を果たすつもりだ。僕が間違ったせいでみんなをあんな目に遭わせたんだから。人はね、誰でも間違いを犯すものだよ。大事なのはその後、その間違いを乗り越えて前に歩いていけるかどうか。うん、ちゃんとやり直そうと思ってる。みんなに出会ったあの日から二度とあんなことが起きないようにやっていくつもりなんだけど、でももし神様がいたら許してもらえないだろうな。神様はあなたじゃないの？なんかね、そんな気がしたの。神様はね、みんなのことを見守って幸せに導いてくれるものよ。少なくともあなたはみんなのことを考えて真剣に導こうとしている。だからあなたはみんなの神様よ。僕が神様？そう。残念ながら僕は神様じゃないよ。あら、そうかい？そうだよ、僕は神様なんかじゃない。じゃああなたはこれから神様になろうとする見習いの神様だね。みんなをいい方向に導いてあげたいと願う優しい見習いの神様。見習いの神様？そうだね、そうなれるように努力するよ。頑張って。じゃあ若い男の子とお話しして楽しく休憩できたので私はお散歩の続きと行くかね。じゃあね。あの、ありがとうおばあちゃん。いいんだよ。はい、キャプテン、練習時間とっくに過ぎてますよ。早く来てください。キャプテンなんですから時間を守ってくださいよ。え、あ、すまない。すぐに行く。やり直すか、見習いの神様として。やってやるよ、ゴッドストライカーキラ・ヒロト様がな。はっ、見るがいい。神の息に達したこの俺を、俺が神だー。